はいどうも、俺のアルファチャンネルのマサリンです。皆さん、燻製は好きですか？まあ僕は燻製っていうのは今までほとんどしてこなかったんですね。まあ、なんでかって言いますと、まあなんか燻製っていうとイメージがもう燻製器を買わなきゃいけないとかで、自作でダンボールでもできるらしいですけど、結構手間っていうのを思ってて、本当ほぼもう燻製やったことないし、まあ燻製っていうものもほぼ食べたことなかったんですね。でまあ最近このメスティンで燻製ができるっていうのを知って、まあ実際にやってみたんですよ。そしたらもうめちゃくちゃ簡単に、そして美味しいものができるんで、まあ今日はこのメスティンでの燻製のやり方を紹介しつつ、普段燻製にしないようなものもちょっと燻製にしていろいろ楽しんでみたいと思います。それでは俺のアウトドアチャンネルスタート。はい、それではやっていこうと思います。まずですね、メスティンと、これですね、このバット、これを用意します。で、ここにまずアルミホイルを敷くんですね。で、このアルミホイルなんですけれども、まあ、僕はこの、市販のやつ、もう激安のやつですね、この安いやつを今使いますけれども、できればアウトドア用の分厚いやつを使った方がいいと思います。これね、結構すぐ破れるんですね。特にこのメスティンのこの際のとこ、ここに引っかかるとあっという間に破れるんで、こうやって敷き詰めていくんですけど、結構敷き詰めるのが大変なんですよ。なので、もしまあ持ってる方はもちろんそれ使えばいいと思いますし、まあ、結構いっぱい入ってるんで、この燻製をよくされる方っていうのはちょっとそれを買ってもいいかなっていうふうには思いますね。はい。で、こんな風に、まあ本当簡単に、本当はもっと綺麗にした方がいいと思うんですけど、性格が雑なんで、まあこんな感じでいいです、僕は。で、まあ、僕が持ってるチップは、スモークチップのリンゴと桜ですね。まあ、持ってるんですけど、今日は香りのつきやすいリンゴを使っていきたいと思います。まあ結構いろんな種類があるので、まあ皆さんでいろんなチップを使って、まあ、やっていっていただければいいと思うんですけど、でこれを、まあ、ある程度ですね、ある程度この中に入れていきます。入れすぎた。で、こんな感じで敷き詰めておきます。はい。で、この上にこれですね、この網バットを乗せます。で、まあこんな感じで乗せたら、あとはここに食材を乗せて、で火をつけてって感じですね。ちょっとやっていきたいと思います。はい、それでは作っていきたいと思います。まず最初に燻製するのはこれですね、もうベーコンです。間違いないやつですね。ただもうブロックベーコン買ってきて、まあ適当に切っただけのやつです。で、これをここに乗せていきます。こんな感じですね。で、乗せたら蓋をして、で、乗せて、そうですね、10分加熱します。で、まあ
一応10分って言ってますけど、まあ、食材によってもまた変わるんですね。で特にこのメスティンっていうのは中が熱くなるんで仕上がりが早いんですよ。なので柔らかいものとか、まあ、溶けやすいものっていうのは短時間でやることをお勧めします。はい、約10分ほど経ちました。まあ大体ね、ベーコンで10分ぐらいですね。で火を止めて、中を見てみたいと思います。もうすでにね、部屋は、燻製の匂いでめちゃくちゃいい匂いがしてます。ではね、ちょっと開けてみたいと思います。どうでしょう、こんな感じ。大成功じゃないですか、これ。ちょっとお皿に出してみました。あっちあっちあっちいな、箸忘れたな。いや、もうめちゃくちゃうまそう。前にやったことあるけど、もう分かってたけどうまそう。こんな感じです。うまそうでしょ、めちゃくちゃうまいですからね。食べてみます。うん、まあまずめちゃくちゃジューシーなんですよ。で、まあ、煙のこのスモークの匂いがついてて、もうめちゃくちゃ香ばしい、美味しいです。本当おすすめですね。今までこれ食べなかったことが人生消費が向いちゃう。まず燻製の、まあ、ベーコンはこんな感じですね。まあ、これはもうあの鉄板中の鉄板なんで、次行ってみたいと思います。はい、では、次の食材を燻製にしていきたいと思います。でね、メスティンはね、もうめちゃくちゃ熱くなるんで注意してくださいね。僕みたいにやけどしますよ。はい、で次行きましょう。次の食材はこちら。多分これもね大丈夫だと思うんです。サラダチキン。でもう一個がピーナッツですね。でピーナッツはこの洗濯ネットに入れてやってみたいと思います。そのまま入れたらなんか網目から落ちていきそうなので、再び蓋をします。はい、では再び10分後にお会いしましょう。なんか部屋に戻ってきたら煙が焦げてんじゃないの？めちゃめちゃモクモクしてますけど、ちょっとやっぱ開けてみたいと思います。やべえ、これ怒られるぞ。じゃん、わーお。沈みです。何が悪かったかっていうとね、あれがネットが溶けたようですね。危な、怖っ。ということになりますので、皆さんも気をつけてください。
はい、それではまた部屋が真っ白なんですけど、気を取り直して最後の食材はこちらです。トマト、ミニトマトとバナナですね。まあ、この2つを燻製にするとどうなるのか、ちょっと試していきたいと思います。はい、ではね、約5分ほど経ちましたので、ちょっと開けていきたいと思います。まあ、ちゃんとできてるかな。さっきのがあるからめっちゃ怖いんだけど。ではいきます。3、2、1、じゃん。どうですか。もう色はちゃんとついてるし、これはどうなんだ、いけてんじゃねえのか。ミニトマトは何の変わりもないけれど、いやー怖いな。ミニトマトはね、絶対ね、これ激アツだと思うんですよ。なんでね、このバナナからいただきたいと思います。うん、匂いは燻製の匂いしますね。うっいや待って、超まずいんだけど、やばくない、これ何か間違ったのかな。いや間違わないとこんまでまずいものできないと思うんだけど。うわーマジかー。いや、ちょっと気を取り直してトマト食べよう。やばいこれ、ちょっとバナナはやばいかもしれない。じゃあ次トマトいただきます。熱いだろうな。あっつ、あっつ、あっつトマトはね、トマトです味もトマト、もう散々じゃねえかよこれ。まあでもね、でもこうやっていろんなものを燻製にしていくとね、たまに美味しいもの出てくるんです。まあおすすめはベーコン、チーズ、卵ですね。ゆで卵、まあ鉄板ですけど、まあ皆さんもメスティン使っていろんな食材を燻製にして楽しんでいただけたらと思います。それでは俺のアウトドアチャンネル、ここまで。なんかね、まあずっと燻製作ってたんですけど、こう洗ってで乾かしてふと見たら、なんか裏がこんな感じですね。まだ開きそうになってるんですね。まあ燻製作るのに直火で多分合計してシングルバーナーで多分30分から40分ぐらい使ってたんですけど、まああとなんか多分火力が強いせいでしょうね、まあ、溶けたのか何なのか変形したのか、なんかこんな感じになってますね。ショックです。燻製とか、まあ、料理でもそうですけど、まあ、メスティンはそこまで強い素材じゃないんで、まあ、連続で使うにしてもちょっと一回冷ますなどして使った方がいいかと思います。これはちょっと今後の使用が厳しいかもしれないですね。皆さんも気をつけてください。